さん、ごきげんよう、さきのです。じゃんじゃんじゃん。ちょっと久しぶりにおでこも出してみて、雰囲気が全然違うんですけど、その前に目を見ればわかると思うんだけど、丸いでしょ、真ん中が。リングライトをね、買ってみたんですよ。なんかYouTube の先輩方もそうだし、あと事務所の方とかにも、やっぱりリングライト必要だし、そっちの方がいいよって言われてたので、今までは照明なかったりだとか、あと家の照明だったりとか、あと照明を買ってみました。で、今日初めてなんで、どんな感じで映ってるのか正直ちょっとわからないんですけど、なんかいつもより顔が赤く映ってるのはどうしてだろう。まあこんな感じでちょっと今日はやっていくので、まん丸ライトをね活用していきたいんですけど、前に照明使ってないよって言っちゃったから嘘になるなと思って、とりあえず言っとこうと思ってご報告です。はい、じゃあ今日はですね、ちょっといつもより雰囲気違うし、おでことか出してね、なんか毛とかめっちゃ出てきてるんですけど、王道のブラウンメイクをやってみたいなと思ってやりました。それではスタート。ポン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 って撮っていきます。あんまり取りすぎちゃうとベチャってなっちゃうから、こうポン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 と毛先に含む感じで取っていきます。これを伸ばしていきます。正直あんまりこのブラシは使いやすくはないかも。はい、こんな感じです。そしたら次はこれです。すっごい可愛いの。こんな感じになってます。大きいブラシでこの薄い色を取って、アイホール全体に伸ばしていきます。続いてマットのブラウンを取ります。二重のところに入れていきます。ナチュラルメイクなんで、そこまで強調せずに入れていきます。で、余ったやつで目の下に入れるとデカ目効果があります。ブラウンを締め色でアイラインっぽく引いていきます。こんな感じで細く入れていきます。やっぱ筆があるとすごく引きやすいかなと思います。その後にぼかす。はい、こんな感じで、ポイントなんだけど、この黒目の下のところに少しだけ入れていきます。本当に目の際のところにね、少しだけ影で目が大きく見えます。はい、こんな感じです。そしたらアイライナーはキャンメイクのクリーミータッチライナーの02番の、これブラックもあるんですけど、今回はナチュラルっぽくしたいのでブラウンの色にしました。これすっすっごい描きやすくて、もう感動的な描きやすさです。いきます。ドゥー、ほら、もうね、しかもね、全然取れないんですよ。最初描いた時は柔らかいのに、描いた後にこれね、手でね、こすったりしても全然取れなくて、お風呂もちゃんと入んないとこれは落ちないぐらい落ちないのに、描きやすい最強のアイテムだと思いました。ここにやった時のこのまつげのこのちょっと上ぐらいのところですね、そこを引いていきます。目尻から引いていくとね、楽ちんだと思う。そっちの方が私は引きやすいかなと思う。目尻はただこの目の流れに沿ってこういう風にやるだけで、垂れも下がりもせず延長するだけです。あくまでナチュラルメイクなので、アイラインはこんぐらいにしました。目が痛い。こんな感じです。そしたらまつげを上げていきます。結構前にもお話ししたんだけど、こう上に上げていくんじゃなくて、私はまつげをこういう風に下にやっていくようにやってったら、すごくぐるんって上がるのでおすすめです。これ結構やってくれた子がね、なんか DM とかコメントとかくれて、すごく上がりましたっていうのを聞いてすごい嬉しかったんですよね。そしたらマスカラはコージーのドーリーウィンクロング&ボリュームマスカラのブラウンを使っていきます。これはね、本当におすすめのマスカラだから、ドンキホーテとかに売ってるので、よかったら見てみてください。もうめっちゃ上がるし、カールキープ力もあるし、ボリュームもロングも出るので、すっごい大好きなマスカラ、本当に一番好きかもしれないってぐらい大好きなマスカラです。はい、こんな感じで、まあ、ナチュラル目にしたかったので、まつげだけはしっかりと、しかもブラウンだから、そんなに黒よりは熱々しくならない。で、目の下にはマスカラを縦にしてこういう風に塗っていくのがおすすめ。はい、こんな感じです。なんかマスカラ塗った途端に急に毛ばくなっちゃった、どうしよう。ちょっと私の顔毛ばくなりやすいんですけど、みんなはちょっと気をつけて塗ってみてください。そしたらチークはレブロンのパーフェクトリーナチュラルブラシの349番です。1600円のピンクローズって言うんですけど、これはね、血色感が出るかなと思ってこの色にしてみました。汗水に強くて長持ちするし、あとね、ちょうどいいツヤ感も出るのでこれにしてみました。で、さっきから使ってるブラシなんだけど、これリアルパーフェクションっていう
あのブラシを使ってます。最近買ったんですけど、すごい使いやすくて大好きでこれを使ってます。なんかね、あのブラシ集めるのが私結構好きなんですよ。だから本当にいっぱいいろんなブラシが入ってるんだけど、これを使いました。チークブラシはこういう形のやつがこう頬にスポッてちゃんとなんか収まりがいいのでこれにしました。では塗っていきます。ちょっとオレンジっぽいローズっぽい色かな。あんまり取りすぎたらすごい発色がいいから、この黒目と小鼻の上のところですね、らへんにポポポッとつけていきます。ちょっと濃くなっちゃった。でも大丈夫、後でぼかす。はい、こんな感じ。そしたらもうさっきからリップの色がないので、リップはジェラスレッドっていう赤い色なんですけど、バッチリ塗ったら赤リップになっちゃうけど、レッドの色をこうポン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 ってやって指でぼかしたりとかすると、すごいちょうどいいなんか血色感のある唇になるので、そういう風に使っていきます。なんか私青い血管がすごいいっぱいこの辺にあるんですね。なんかこういう風にした時のこの辺とかもそうなんだけど、青い血管がすごい口の周りにあるから、青ひげみたいに見えるね。本当に見えるすごい悲しいんだけど、トントントンと唇の中心につけていきます。こんな感じ。これを大きく塗ったら赤リップになるんですけど、ちょっとだけこう唇の真ん中だけに入れました。そしたらですね、指、どこの指でも大丈夫です。私は薬指が好きだから薬指で塗ります。下辺に唇をポン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 とやっていきます。下辺に、はい、こんな感じで今いい感じにぼかしたんですけど、そしたらちょっとだけ真ん中だけにこうプラスして血色感を足すのでも OK です。こんな感じね。はい、メイクが完成しました。こんな感じで、なんかちょっといつもより雰囲気が違う感じになってるはずです。久しぶりにおでこ出したらちょっとなんかやぼったいなと思ったんだけど、まあ黒髪をなんかもうそろそろちょっとやめようかなと思ってるので、ちょっと存分黒髪と黒眉毛を楽しんでますこの動画が面白かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。で、Twitter と Instagram もやっていますので、説明欄からフォロー待ってます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さきのでした。バイバーイ。